クライマックスシリーズ CS に出場するチームが決まり、2023年のペナントレースが終わった。10月14日からは CS ファーストステージが、18日からは CS ファイナルステージが始まり、28日からはいよいよ日本シリーズの開幕だ。どのチームが日本シリーズに進むかはわからないが、まだしばらく熱い戦いが続くことになる。 今期の優勝はセ・リーグが阪神、パ・リーグがオリックスだったが、阪神は9月14日、オリックスは9月20日に優勝が決まった。CS がなければ日本シリーズまでは1か月以上もすくことになり、ずいぶんと間延びしていたはずだ。昔はよくそこを指摘されたものだった。CS が最初に導入されたのは20年近く前の2007年だった。忘れがちだが、 最初はパ・リーグが4年からプレイオフを行っていたと記憶しているが、パの成功によって3年後の7年からセ・リーグも始めることになった。改めて言うまでもないが、CS のメリットは上位3チームに日本一の可能性が残るため、最後までペナントレースが盛り上がることだ。たとえ優勝チームが決まったとしても、まさに今年がそうだが、まだ2位、3位くらい争いがある。 昔に比べて消化試合が激減していることは明らかだ。工業的にはプラスであることは間違いなく、選手もファンも、そして球団も最後まで諦めずに戦うことができる。3位までにいれば CS への出場資格を得ることから。